おはようございますよ、フォルテです。シャキーン。本日は、まあね、このシゲルカワイのピアノで、ラフマニノフの前奏曲23-5っていうね、曲を通してみたいなと思います。前回この曲を出したのは多分3時間報告とかした気がするんですけども、まあ、あれから結構ね、時間が経ちまして、まあ、ちょっとね、がっつり通せるようになってきたので、まあちょっと通しながら、その音の感じとか、そしてどんな感じに仕上がってるのかっていうのをね、お見せできたらなと思います。まあ通すってことなので、タブレットとこっちの普通の楽譜をうまく使って通していきたいなと思います。まあ、通せるかどうかわかんないけどね。皆様、梅雨のシーズンに入ってしまいましたけど、どんな感じですか？ジメジメしてますよね。僕この時期大嫌い。オッケー。で、途中からの楽譜をここに置いとけば完璧に通るというわけなんですよ。あー、そうそれはね、ラフマニノフの神曲、まあ鐘っていうね、この曲がね、かなりね、好評なようで嬉しいです。嬉しいなぁ。それではラフマニノフ23-5を通してみましたね。
あははは、間違えた、最後。はい。というわけで、最後の方ちょっと間違えましたが、こんな感じですわ。まあ、やっぱり、外しやすいですね。で、外すときは、思いっきり外しちゃうというわけでね。まあ、潔もいいっていうことなんですけども、験担ぎにはいい曲ではないかなと思います。よいしょ、行ったるぞ気合今日入れていくぞっていうときにはね、いいんじゃないでしょうか。というわけでね、まあ、ちょっとね、途中間違えた音とかもあったので、それをちょっとね、まあ、改善しながら、どんな風な練習をしてるかという感じでやっていきたいと思うんですけども、やっぱね、このガンガンしたところよりも、この曲はどちらかというとここ。ここがめちゃくちゃ大事なの。どのくらい大事かというと、まあ、こちら辺はね、華やかな具材ですわ。ヒレ肉、ステーキ、サーロインみたいな感じなんですけど、ここはね、どちらかと言ったら、隠し味。そう。塩コショウの中にトリュフ混ぜてますみたいな、すごい大事な部分で、まあ、カレーとかでも、カレーの中に、実は、リンゴを入れてますみたいな感じのね、かなりね、重要な部分です。まあ、そこをどれだけ、まあ、内製の処理をして、私はリンゴプラスオニオンを砕いておりますみたいな感じの部分も出していくと、すごいね、豪華な味になるの。やっぱりね、ここだけだと、なんかすごい大味。うん。カレーライス、カレーライス。その中にほのかに匂うガーリックが、こういう左が追っかけて、ニンニク、ニンニク、リンゴみたいな感じのね、すごい美しい様々な音色を出していくっていうのがね、キーになるかなと思います。まぁ、ちょっとね、例えばどういうことかというと、今まで皆様が意識しなかった音が聞こえてくると思います。こういうこと。内声を意識しないパターン。逆に内声意識しないパターン弾きにくいわ。意識してるから。意識せずに弾いてみますね。もう一回。どうだろう。こんな感じなんですよ。でも内声を意識すると、こういうことですよ。わかる？わかっちゃったの？あなた、いい子。こういうね、音。こういう。みたいなね。まあ、これをどれだけ美しくハモらせて弾くことができるかっていうのがすごい気になるかなと思います。で、やっぱりどうしてもみんなほら、ここにね、目が行きがちなんだけど、まあいいでしょう。それはね、ね、どれだけかっこよく弾けるかっていうのもあるだろうし、きちんと音を鳴らせるっていうのもあるだろうし、だけど、やっぱね、本番は多分ここはね、多分興奮して、まあ、みんな、弾けなくなってしまったりとか、もう崩壊してしまうんだけど、まあそれもいい味として、例えば、その崩壊をできるだけ防ぐために、そしてよりいい音で弾くためにやる練習は、止まる。止まると何が分かるかというと、甘い部分が見つかっちゃうの。まあそういうところを突き詰めてやっていくと、まあサクッと、どの曲にもこれはね、通用します。まあどういうことかというと、止まれるっていうのはね、車でいうブレーキが効くっていうのと同じ。もうブレーキが効かない車はどん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 スピードアップして、ガッシャーってなるんだけど、
キューって止まることができる車っていうのはやっぱね、きちんとした車ですよね。皆さんはどっちの車に乗りたいですか？やっぱきちんとした方の車ですよね。ということで、音も同じ。きちんとブレーキをかけて、確認作業をして、人前に出すようにしましょう。まあね、まあ、興奮するとミスっちゃうんですけども、まあそんなものは気にせずに、ガンガンみんな練習してやってください。まあ僕としてもね、これを頑張っておきます。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Twitter、インスタもやってますので、ぜひチェックお願いいたします。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。